食うということは？メイクだ、そう。そうなの。もう、皆まで言わなくても分かっていただけるというね。優しい方々で。なんかさ、思ったんだけど、いやなんかさ、ずっと前までは楽しかったの。さ、メイクしてるのが楽しかったわね。なんかどんどんそのすっぴんから可愛くなっていくみたいな。でも最近ね、やっぱ年齢が見える？なんか年齢が見えるなみたいな。だから 隠さなきゃいけない、そのね、その加齢と向き合わなくてはいけないっていうことに気がついて、メイクがね、その嫌な時間になったんですよね。そういうことからできる限り目をそらしたい、そういった思いでショールームをやってみると、ショールームやってたらなんかやっぱ楽しくメイクできるんですよ。そうなんです。ショールームやってるとやっぱみんなとさ話しながらメイクしたら、メイクの時間が苦痛じゃないのね。やっぱそれが大事だよね。やっぱ苦痛なメイクの時間を過ごすとやっぱ仕上がりもさ、やっぱなんかあれ今日なんかおブスだなみたいな感じになっちゃうけど、なんかみんなとメイクしてる日はちょっと漏れるから。やっぱ現実を見たくない。なんか年々隠さなきゃいけないところが増えてくるのがやっぱりちょっとしんどいなみたいな。なんか3歳のはずなのに謎に21年間かな、なんか謎にこの世にいて、3歳から年取らないんですけど、なんか謎にね、謎にいるんだけど、謎に だから21年分のこのあれをね、不摂生と向き合わなくてはいけないっていう。でもさ、私はなんか少しだけやんちゃだったんですけど、本当にそういうなんかそういった悪いことは全然してなくて、なんか そういった悪いことっていうのは、私の気持ちの上でしてしまったなっていう悪いことはいくつかあって、それは何かっていうと、学校を無断で休んだ ことと、やっぱり授業に行ってなかった ぐらいなんですよ、本当に。あと学校に行ってるふりをしていたとかね そういうなんかそれぐらいなんです それぐらいなの、マジで。悪いことは本当にしてなくて、でも10代とかってさ、なんかまあ周りにやんちゃな子も多かったしね、なんかちょっとね、あるじゃないですか。でもなんかそういうのに一切手を染めず、あとね、もう一個は、あれですね。学校に無断でアルバイトをしていた。それぐらいですかね。一瞬ね、一瞬。私の学校は許可を取ればバイトできるんですけど、許可を取ってないバイトが、まあ、いくつかあったっていう。もうそれだけなんですけど。
どこでバイトして、いっぱいしてたんですけど、本屋さんと映画館と、あとは結婚式場とみたいな、そういう感じです。でも夏休みは許可取ればなんかできるんですよ、バイト。でもバイトしないともうちょっとやってられない、金銭面がやってられなかったので、めちゃめちゃ働いてたんですけど。そう。ガッツあるよな でもだからそんなにあれだったんですけど、でもなんか最近になって思うのが、最近になって思うのが、なんかダンスやってた時に、ちっちゃい時にね、ちっちゃい時から結構ダンスやってたんですけど、ダンスやってた時にメイクしてたんですよ。だそれがやっぱ絶対に肌に来てる。もう無理をしすぎたんだなぁみたいな それなんですよね、完全に。そう、それが今ね、肌に来てる。ね、このヒロって人キモいな。そういうなんか、何？ キモいですよ。あんまり私、探られるの嫌いなので。キモいですよ 忠告、キモいですよ。いつ見ても肌チルチル、キュルキュルで、ね、はい、控えます。あ、こいつ自覚あってやってるやつな、ブロックしよう。てて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 て
ちょっとファンデーションがないな。で、事細かに何か言ってくんの、腹立つ。ああいう空気の読めないオタクは嫌いだね。ちょっとファンデーションがなくて今ね、大格闘してるんだけど。私は嫌いだよ。でも私本当に今思うのはさ、絶対さ、服飾の学校行っとけばよかった。もう本当にそれ思う。お洋服作りたいのに、なんかスッと動いてくれないからな。でも YouTube 絡んでるからさ、なんかまた YouTube のなんかチーム変わったのかってやいや言われそうだからさ、あんまり変えられなくてさ。でもやっぱスッと動いてくれる人たち探してるんですよね 雇いたい。なんかさ、
ファンデーションなくてさ、今スポンジに垂らしてやってんだけど、これ実質さ、クッションファンデと一緒なんだけど、クッションファンデでよくね、じゃあって思っちゃう。ファンデーション高いからな。なんか持ち運び用はエスティローダ使ってて、で、お家でメイクするときは、なんだっけな、あそこ、なんだっけ、スリーの粉ファンデを使ってるから、そのままスリーを使ったりするんですけど、ラインで。2グラム先生いる？ポルジョは下地。このさ、M っていうのさ、ももちゃん？それともつぐみのファンの人？ つぐみのファンの人？あれ、私許してないからね。そりゃいるよ。そりゃいるよね。逆にいないことの方が珍しいもんね。だって。そりゃいるよね。逆になんかすいません。なんかそんな当たり前のことをね、うちのオタクが。なんかすいません。部活は何してた？あ、帰宅部です。あ、ももかちゃんね。ももちゃんね。で、あれば何でもないです。もう一人ね、みゆちゃんっていうね、浮気者がいて、先日お話し会で修羅場を迎えたんですけど、よかったです。え、そうだよね。なんかでも、みゆちゃんも M とかでやってた気がする。あ、ちょっと分かんなかった、どっちか。浮気ダメ絶対。 なんかほざいてはりますわ。なんかほざいてはりますわ。 どの口がそんなこと言ってるのか見せてみなさい、私に。 え？きなこのパンとか詰め込んでもう口の中の水分すべて奪ってやりますわ。どの口が言ってらっしゃるの？本当に。恐ろしい。リカちゃんのファンの子の可愛い子の TikTok に流れてくる。どれだろう。トマトちゃん帰ってきたの？おかえり。トマトちゃんってあのトマトちゃん？私が思い描いてるトマトちゃん？おかえり。ツイッター消してたよね。私エゴサできなくなって悲しかったよ。きなこ大好き。きなこ大好きなんかい。きなこ汚れるといいわ。最近お上品な悪口を身につけたんだよね、私。お上品な悪口を身につけてしまったから、ちょっとね。ブーケブーケみたいな、なんか そういうやつじゃなくて、なんか上品に嫌味言える女になろうと思って。怖 やっほー。トマトちゃんのあれ消えていって読めなくなった。
違うトマトちゃんです。あ、ほんと？あれ？違うトマトちゃん？ ガチで？もう一人トマトな子をしてたんだけど、もう一人トマトな子をしてたんだけど、そのトマトではない。なるほど。でもね、トマトちゃんのね、新しい、昨日リプしてくれてたよね。私アカウント掘ったもん。そしたら私がゴファボしたら死ぬ内容がたくさん書いてあったから、これはちょっと危ないなと思って、あんまちゃんとスクロールしようと思って、 やばいやばいやばいってなって、ちょっとすぐにブラウザパックしたんですけど、妖怪グッズって通ると思います？え、通るでしょう。通るでしょう。誰に話言ってます？私、諏訪さんに話しましょうか？ コラボグッズ確かに作りたいよね。28体できたことだし。今からメールしてみる。 うん。誰に話言ってるかだけ教えてくれたら、私プッシュしますよ、後ろから。田辺さんからこの話来てますよねっつって 私も欲しいんですけどっつって。諏訪市と S 市。ああ、はいはい、了解。サステン。 私仕事早いね。透明性の高い業務連絡。 いや、本当にそれね、結構透けて見透かされる可能性が高いような情報で。 T シャツかな。でも T シャツ、バッグ欲しい。私トートバッグ、トートバッグ、28体の妖怪がプリントされたトートバッグが欲しいです。割と、なんだ、ナチュラルな素材の白、きなりっぽい白で。集めたくなるのも欲しい。アクスタ？アクスタかアクキーじゃない？そしたら。で、何が入ってるか分かんないあれにして、パッケージの絵も先生が描くと。どう？出た。 等身大アクリル基本。 それ私が考えた絶対に実用性のないやつね。等身大アクリルキーホルダーそれ。
バッグを逆につけなきゃいけなくなるっていうね。帽子掛けに使うみたいな。下からライトアップできる 景色にして マジで置く場所に困るだろ。しかもそれ何入ってんのか分かんないの、マジで辛いだろ。ハードすぎるだろ。キーホルダーの概念 ぶち壊していく。台車で運ばなきゃいけなくなる。安藤さん、裏からちょっと台車で運んでくる。なんかさ、キラカードみたいな、なんかチョコに、ビックリマンチョコとかについてくるさ、キラキラの四角いこれぐらいのシールでも可愛いと思うんですよ、私。どうですか、田辺さん。シール欲しい、マジで。シール欲しくない？そしたら携帯のさ、とこに挟んだりさ、充電器とかに貼ったりさ、シール欲しくない？どう？かわいいよね、絶対。どうですか？それも何が入ってるかわかんないやつにして、で、なんか、キラとキラじゃないやつ作って、キラだったら当たりみたいな。どう？マックブックに貼ればいい。あ、確かにね。なんかパソコン持ってる人とかね。おたばれしにくいだろうし。でもバレるかな なんかアイドルのだろうなみたいなのはわかるだろうけど、妖怪のアイドルってあんまいないからさ。どう？キラキラは子なき天使。めっちゃいいじゃん バージョン違い あの天使の名前なんだっけ、ラファエルとかさ、なんかそういう、なんかラファエル・コナキ とかさ、女の子の天使の名前なんて言うんだっけ、そういうなんか天使の名前をつけてさ、キラカードにする。羽生えてる。ミカエル・コナキ、いいね ヘッドロココ 強そうすぎるだろ。シール欲しい、マジで。私がシール欲しい。ステッカステッカー付き。なんとかでもいいけどね。ステッカー付き。なんとかにして。で、ステッカーも何ついてるかわかんないみたいな。どうですか？絶対集めるの楽しいじゃん、それ。てか私はね、ずっと言ってるのが NGT カフェをしたいと。それをまあなんか一種の「ポップアップ」みたいなコラボでいいから。なんかやって、そこで田辺さんの描いてくれた絵のコースターを、なんかランダムでこう、このドリンク買ってくれた人にプレゼントみたいな。それでコースター付きドリンクね。なんかディズニーのさ、なんかあるじゃん、あれみたい、妖怪カフェ やりたーい。絶対楽しいじゃん。
そしたら私そのなんかメイドっぽい衣装のデザイン描くから、それでみんなで一曲妖怪の歌書いてもらって。カップリング入りだよ。最高だ。そんなことを夢見ている。歌まで。 いやなんかそれこそほんとハロウィンの季節とかめっちゃいいよね。やっぱ私さ、なんかアイディア出すのすごい好きだからさ、でもさ、なんかその天才的なアイディアをさ、お金がないばっかりにさ、あんまり実現できないんだよね。なんか埋もれてます、この天才。埋もれてますよ、誰か見つけてください。 天才の無駄遣いされてます。たまに私本当に天才だなって思う時あるのに、埋もれてます。 マジで埋もれてます。もったいないです、この天才放っておくの。誰か見つけてください。そっちの天才じゃなくて、まあそうでもあるんだけど、そうでもあるんだけど、でもあるんかい。 いや、そうでもある。この独創性とユーモアあふれる私の才能を放っておくにはもったいなさすぎると思いませんか？誰か拾ってくれ、私の才能が活かせる場所を。人の役に立ちたいだけなんだ私は。天才。 いや本当になんかたまになんか私の言ってること理解してくれる人いつ現れるんだろうって思っちゃうよね。なんかないかな、そういうストーリー。 いや私を横に置いといてくれたら絶対に素敵なものが作れるので、どこかの社長さんの 秘書に なりたいんですけど、どうですか？ヘッドハンティング。 ていうのはまあ冗談なんだけど、冗談なんだけど、なんかもっと才能は、を生かせる何かないのかな。
いや、そう、私は、誰かの脳になれる。うちのパパン社長さんだよ。マジで？雇ってくれ。なんかでもさ、どういうあれかわかんないんだよね、その。この特技がアドバイザー？ 私のパパも社長。おい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 、どうした急に。すごいな、富裕層の集まりかここは。 でしか見え、今に見えるの、そういう今はそういう配信なの。文句があるなら帰ってちょうだい。文句があるなら帰ってちょうだい。 今日はそういう今はそういう配信なの、後で見えるのよ。我慢もできない子猫ちゃんは帰ってちょうだい。お行儀がなってないわ。上品なやつ。 そう、ここでは私がルールよ。よく鍛えられた子たちだ。でもね、もうすぐできる。ちょっと待ってね。おお。いちょ。なんかさ、ちょっと相談なんですけど、 相談なんですけど、皆さんに。私もね、推しがいまして、推しがいるんですよ。なんか、もちろん女性ですよ。女性の推しなんですけど、まあ、言わないんですけど、言うとあれなんで。なんか多分その推しがですね、なんか最近、なんかちょっと、
匂わせ みたいなことをしてて、そういう時ってどうしたらいいんですか？ いや、嗅ぐ方が悪いよね。でもこれは。いや、嗅ぐ方が悪いよね、これは。いや、嗅がなきゃ分かんないから、嗅ぎに行かなきゃいいじゃんって私も思うの。だけど、なんか、なんか匂うな、みたいな。匂 うな、みたいな。そう、女の子なんだけど、女の子の歌い手なんだけど、なんかね、推しがいて、あんま言わないけどね。で、なんかこう、この職についてるからこそ分かる、あ、え、これ絶対に匂わせじゃんみたいなところに気づいてしまったんですよ。でもさ、そうなるともうなんか「はっはーん」ってなるじゃん。はっはーんってなるじゃん。なんか、あ、なるほどみたいな。もうどうしようもない、経験上。 それ誰のこと言ってんの、マジで。おもろ。 いや、だから だからなんか、え、どうしたらいいかな、これ。なんかどうしたらいいの、いろいろつながってしまったって時ある、やっぱり。でもさ、なんか私もそのなんかこういう職業やってるからね、意図せずなことがあるの。別にそういうつもりじゃなかったみたいなことが私もあったの。だけどなんかいろんなことがこう勝手につなげられていって、匂わせだみたいな言われたりとかね、全然するんだけど、でもそれって私的にはすごい嫌だったのね。だからなんかあんまりそのなんか嗅がない方がいいのかなって思ってたんだけど、で、そういうつもりじゃない時もあるじゃん。まあでも百画でそうだろうな、だけど。 いや、でもなんか匂わせてんなみたいな、なんかそういう時ってどうしたらいいのかな。 生温かい目で見守る。ああ、そういうことなんだ。100なのかよ。私はね、そう思う。だって勘強いんですよ。で、なんかだいぶ前に話題になってたカップル YouTuber さんが活動休止した時あったじゃないですか。あの時、まあこれ絶対別れるよってメンバーに言ってたの。当たったの、別れたの、破局したのね。 だから当たってんだよ、絶対に。今回も私はそう思う。 予言者だった。絶対これ別れるからって言ったら別れたのよ。もうね、ご報告動画でね、私はね、もう100で別れるなと思ったんだよね。でも多分その相手さん側からしたら、なんか鋭いガキは嫌いだよみたいな感じなのかもしれないけど、でもそれってさ、自分で匂わせといてなんか無責任だなって思うんだよね。雰囲気でわかるよね。離れた方が心のダメージは少ないよ。でも別に同性だし、なんか女の子だしね、なんか別にそう、自由でいいなと思うの。自由でいいけど、なんかこう
なんだろう、やるならもっとうまくやれ そういった気持ち そういった気持ちがこうふつふつと湧いてきてしまって、そう、そうなの。でも私あれなんだよね、なんか多分異性の推しより同性の推しのそういう話の方がダメージくる。いや、なんか本当に書かなきゃ分かんないんだけど、でもいや見る人が見たら分かるよって分かりますか？ちょっと分かりすぎてくさ、いや分かるでしょ？いや、なんかなんだろうねこの感じね。でも最終別にもういいよ、なんか幸せになってねっていう感じなんだろうけど、なんかはあって。しかもこれも言っていいかな、言っていいかな、なんかさ、いや、そのお相手も多分活動してる方で、でお相手のことも私はすごい知ってて見てるんだけど、なんかああってなる。見ててなんかちょっとさっきファンデーションなくてさ、こうやって出してる時にさ、ちょっとだけこぼしちゃったんだよね。そういう時のためにメイク落としシート、シートで顔は絶対落としちゃダメだけど、あのこういうなんか例えばカーテンについちゃったとか、なんか何、絨毯に飛んじゃったとか、そういう時にこう、メイク落としシートで拭いたら落ちるから持っておいた方がいいですよ。何の話？急にね 何の話？もう見守るしかない。そうだよね。だって別にさ、まあうちらじゃあるまいし、なんかそういう大々的恋愛禁止ですって歌ってるわけじゃないから、まあ別にもういっかっていう、いっかって 思うしかないよね、もうもはや。なんで相手が分かり、あのね、ほんと冷静に考えてほしい。私ファンの人のツイッター特定するの得意なんですよ。で インスタとかもそうなんだけど、特定するの得意なんですよ。それで察してほしい 鋭いガキは嫌いだよって言われるかな。でもさ、納得する？いや、なんかその私的にはなんか本人もそのお相手も何かしらのこうバッシングを受けて辛い思いをしなけりゃいいなっていう、ただそれだけ だからだと思う。なんかしんどい思いしてほしくない、その同性の推しだから特になのかなって。私これどこにもこの人が推しメンですって出してないから、もう出さずに、ここまで言ったからには出さずに行こうと思うんですけど、もうすでに心が折れた私なんで なんでなんで、この気持ちどうしたらいい？何？なんかあったの？お互い外線に載せた画像から特定したりして、いや、なんかそんな甘いもんじゃない。それしてたらもうもろじゃん、もろじゃないですか。
でも結局好きだから匂わせにも耐性つくよ。そうだよね。そういうことだよね。寛容に見守るべきだよね。そうだと思う。リカちゃんのこと考えたらいろいろ察して。病んでるかな？ありがとう。病まなくていいよ。いやでもなんかすごい。なんかこの後がしんどいだろうなみたいなことだよね。私はなんかまあ私もいろいろあったしなみたいな おもむろにアイロンを始める そうなんだよね。相手同士って結構そういうことね。そうなの。だからなんかまあよくある話だなと思ったんだけど、なんかそれをさ、なんか配信とかに持ち込んでさ、なんか楽しんじゃってる感じが私はなんかうっって ダメージすごい。別にその推しメンと友達になりたいとかそういうことじゃないんだよ。本当に違うの。ただただ丈夫かってこう心配の気持ちが。どっちの気持ちも分かるんだよね、ファンの気持ちも。でもやっぱその多分一部は気づいてると思うから、私みたいに勘のいいガキがいなきゃいいなみたいな。今日巻いた方がいいと思う。ストレートがいいと思う。服これなんだけど、どっちがいいと思う？ストレート？マキアート、それキャラメルな。ストレートの毛先内巻き。ストレートでも可愛い。はい、わかりました。ストレートにします。 ストレートだとでもね、髪の毛傷んでるのね、めっちゃわかるからね。この後死ぬほど保湿したってやつをやらなきゃいけない。 なんかあるよね、ネット用語みたいな。この後めちゃくちゃなんとかしたみたいな ありますよね。ネット構文みたいな。 ブロッキングしない。あ、そんなのめんどくさいんでしないです。 もうね、ビューロンのね、力にね、頼りまくってる。 この子ね、本当に髪の毛をツヤツヤにしてくれるんですよ。普通ダメージを与えるものなんですけど、高いだけあってやっぱ強いなっていう。お疲れ様です。お疲れい。ああ、ゴリさん知ってる。こないだいたよね。ゆかちゃんショールームにいたよね。もう認知した。 顔わかんないけど認知した。うちにもゴリっていうのがいてねえっていう話をしたんだ。
ちょっとさっきの話引きずってて心が痛いので、ほんまに、なんで？大丈夫だよ。どうしたの？ かわいい。ありがとね。なんかあったか？ アイロン髪傷むから貯めてビューロン、いやこれはね、ほんと値段分の価値あると思いますよ。なんかお金貯めて買ってもいいぐらいの価値、絶対髪の毛サラサラになる。ほんとになんかさ、毎回さ、例えばさ、病院でトリートメント代かさむなとかさ、そういうことをさ思ってる人はさ、一旦このビューロンを買ってみると世界が変わる。ビューロンのなんか回し物みたいになって申し訳ないんだけど、今車の中で15分後に家着くから、それまで待ってて。待ってるってどういうこと？全然まだやるけど、うん、全然まだやる。温度、材質、温度はね変えられるんですよ。40度から180度まで設定できて、私は140度でやってます。なんでかっていうと、ブリーチする前はもうガチガチ180度でやってたんだけど、180度でやると本当に色素をアイロンに持ってかれちゃうので、140度、ビューロンでももう傷んで仕方ないみたいな感じになっちゃうから、もう140度で、行って140度、ブリーチ毛は140度がベスト。高くて140度だからね。くせっ毛の人はもう全然、最初は、え、全然伸びないじゃんってなるかもしれないけど。私もくせっ毛だから、もう140度がもう最低、最高で最低、もう限界。伸びない、マジで。色が変わっちゃって、そう、高い温度、もうピンクとか私よくやるんですけど、ピンクは40度以上でこう持ってかれちゃうんですよ、色が、色素が落ちちゃうんです。熱でこう、なんだろう、入れた色味が落ちちゃって、だからメイクさんのアイロンとかはなんか色ついてたりするんだよ、白いアイロンとかって。それは何でかっていうと、カラーした後高い温度で髪の毛をいじるとそうなっちゃうんです。色がね持ってかれちゃうんですよ。退色しやすくなっちゃって、それで良くないのでっていうことですね。お風呂入ったから落ちたんじゃないんだ。お風呂入っても落ちます。だからシャワーの温度はあれですよ、低めに設定する。ほとんど水みたいな状態で頭洗わないと ピンクはすぐ落ちますね。私はもう水で洗うの我慢できなくて洗っちゃうからすぐ落ちちゃうんですけど、冬はしんどいですね。だから夏ハイトーンして、冬は暗い色って私はやってたんですけど、それをすることによって履歴がどんどん溜まっていくので、もうここまでトーンを上げたいと思っても上がらなくなっちゃうんですよ。その色に合わせて色入れなきゃ、もうなんかほんと退色待ちみたいになっちゃうから。
冬きついですね。だからもうほんと、風呂場の暖房を入れて 凍え死にそうになりながらやらなきゃいけないので、それはちょっとしんどいなと思って、でも今年の冬はもう我慢しなきゃなと思ってます。結構伸びたんですか？ここが黒くなってきた。そうなんだ。だからみんな色を入れるときは、てかお話し会とかで私に一回相談してくれたら一緒に色決めるから いや、だから聞いて、私にどんな色似合うかなって。天才だから決めてあげれるよ。じゃあちょっともういいオイルがなかったからこれでいいや。いいオイルあっちに置いてきちゃった。私成人式の時相談したことある、してたね、確かに。前に言われた髪色にした周りに褒められた、パチパチだろ、やっぱ天才なんだよね私って 天才が埋もってるんですよ。 NGT さんはなんか好きあらば私を隠そうとしてくるから、たくも ノーアルタカはね、爪を隠しすぎて爪が腐りそうなんです、私。隠されすぎて。私が爪です。そういう意味じゃないっていう。でもさ、なんか私やっぱ天才だと思うんですよねっていう話できないじゃん。人に、いや、ショールームだからこうやって言え、なんか冗談っぽく言えるけど、私やっぱ天才だと思うんですよねって、まあ人に言えないからさ、困るよね。メンバーでこの色にしたら似合うとかいる。ああ。なんだろうな、肌の色とか目の色、に合うのをやっぱ入れた方がいいから。っていう。なんかどうしよう、なんか一個迷ってる、迷ってるっていうか、迷ってるっていうとなんか迷う立場にいねえだろ、迷える立場にいねえだろって言われたらあれなんだけど、なんかちょっとどうしようって思ってる番組があって、なんか絶対出た方がいいと思うんだけど、出るにあたって絶対私病むだろうなみたいな ちょっと番組があって、どうしようかなって今思ってて、昨日マネージャーさんからショールーム中に電話来たのはそれだったんだけど、どうしようかなって本当に悩んでる今。もうそれで病んでる もうむしろ病んでる。
そうですね、結構なんだろうな、何系って言ったらいいんだろう、自分をすり減らす系ではあるんだけど、だからどうしようって思って、ただ出た方が絶対なんか、いいんだろうなっていうのは分かるけど、でもさ、出て叩かれるの私だからさ、なんか、あははっていう どうしようかな、悩むな。いいんだけど、病んだらここで吐き出せばいいじゃない。そう思う？ 出た方がいいかな。これは本当に迷うな。これで今ね、すごいね、私ね、神経ね、8ぐらいすり減ってる。10あるうちの8はすり減ってるんだけど。今日一日中ずっと考えてて、どうしようみたいな。なんかそこでうまくいく自分もあんまり想像できないんだよね。そこでうまくいってる自分はあんまり想像できなくて、なんかいや、だったら出ない方がいいかなとも思うし、でも出てちゃんとなんかグループなり自分のことを売ることも必要なことではあるとは思うんだけれども、 ガチため息 現場つきそうよ。いい いいです。なんか逆に緊張しそうだから 逆になんか緊張しそうだから、どうなんだろう。いやー、マジで悩む。ここ最近で一番悩むことだな。仮に戦えたりして守る準備はできてるよ。でもなんかそれ見てさ、なんかや、かわいいって思ってもらえる人の方が少ないだろうなと思ってて、それはなんかちょっと意思に反するなみたいな もうまだかわいいを欲しがってること自体ちょっとあれなんだけど、でもなんか違うんだよね。違うのよ。違うの。私は、なんか、私でも今後もじゃあその需要で行くのかって言われたら、そんなことないしなと思っちゃって。なんか、
悩む。前髪切ってないよ。巻いた。リカちゃんは好きなことかな、抱き合ってほしい。無理しちゃうから。そうなんだよね、無理しちゃうんだよね。 いやなんかどうなの、どうなの、マジでわからない。いや、それみんなに言ったら出てほしいに決まってるよねって思うけど、私的に結構なんかハードル高いというか、ハードル高えなっていう。ノーストレスで過ごしてほしい。いや、私もそうしたい。 私もそうしたい。あれ、リカちゃん最近テレビで余裕あるような感じして。いや、ないだろう。 ないだろう、ないのよ。でもなんかせっかくオファーしていただけたしなみたいな気持ちもあるし、なんかでも逆にそこで期待通りのものを見せられなかった時にがっかりされちゃうだろうなみたいなこともあるし、なんか、はあ、どうしよう。 でも私もともとそういうなんかバラエティみたいなのはそんなに得意じゃないというか好きじゃないっていうか、なんというか、だからその前後は確実に病んでご飯も食べられなくなって、で 眠れなくなって死にかけるんですけど、毎回ね。 あー、どうしよう、どうしよう。ん、私の今の気持ちを言うと、みんなにはなんか理香ちゃんがそんなに病むなら出てほしくないって言ってほしいで 言ってほしくて、で私的には今もうほんと50、50ぐらいで迷ってる。どっちかっていうと断る勇気が欲しいみたいな気持ちだけど、これで出なかった時にまた後悔するかなっていう気持ちもある。
にかっちゃんが死ぬ。そう、それを待ってた。そうだよねって言いたい。そうだよねって言いたい。大変な方の道を選べってやすすが言ってた。ギャー 出ます。 出ます。じゃあちょっとこれで叩かれたらみんな守ってくださいね。出ます。出ました。 もうまたご飯食べられなくなるんだ私。しんどいな。じゃあ、ね、秋元さんのことやすすって呼ばないでよ本当に。本当に失礼、華々しいんだよ。神だよ神。うちらからしたら神。ゼウスですよゼウス。パーって5個見えるもん。いい匂いするし。やだーやだー、出たくない。私の本音ね。いやー出たくないんだよな。本音出てもた。アベマの恋愛もの。じゃあ私がアベマの恋愛ものに出るか迷ってるんですよねっつったら絶対止めるでしょみんな。そういうことなんだよね。結局そういうことなんだよね。全員自分のことしか考えてないんだ。もっと私はニカちゃんがそんなことになるなら出なくていいよっていうのを期待したのに、結構みんな出てほしい意見の方が多かったからね。私覚えとくから、これみんなのせいだからね。もう本当に清田を筆頭にみんな出てほしい感じ出してたからな。違いますよ。違うんです。いやでも確かになと思っちゃった。大変な方の道を選んだ方が確かに。仲いいの？喋ったことないのに「清ため」とか言ってたら笑うんだけど。ウケる。一押し私じゃないくせしてな。いやでも本当に知らないです。ウケる。大好き。知らないのに。大好き。本当そういうところ、そういうとこだよマジで好き。いやでも本当遠回りが一番の近道って
言いますもんね。こうやってプレッシャーをかけられていくんだ。あー死にたい、あー死にたい。どれぐらい死にたいかっていうと本当に死にたい。 マジでメンタルケアが、いや、そんなことでさ、私が立ち直れると思ってんの？超無責任だからね、マジで。これでリカちゃん病んだら清人さんのせいで OK。 うん、OK。 死にてー、マジで本当に無理。 死にてー、死にたい祭りー。了解ですって来てる。 マネージャーさんから。 うわーって送っとこ、無駄に。うわーって送っといた。 ひめちゃんはあまりやりたくない感じ。めちゃめちゃやりたくないよ。 でもオファーいただけたことは本当に嬉しいから。でも結構内容的に、あ、ほんまでっか見てくれてたんだろうなみたいな内容だったから、あんまり断りづらいなっていう気持ちもあったの。だけどやっぱり最後の一押しをしたのはみんなだからね。 もちろん出なくていいよって言ってくれてたファンのみんなのことも覚えてるよ。その人たちは積極的に優しくしていこうと思う。私のメンタル優先してくれてありがとう。大好き。 お仕事選んじゃダメ。てめえに何が分かんだよ。なあ、やったことあんのか、じゃあ。 それで叩かれる身にもなってみろ、お前。腹立つな。 何様なの、しかも。3年 C 組で生徒になった時から見てます。ありがとうございます。生徒になった時なんですね。死にたい、死にたい気持ちになってきた。今からそれのことしか考えられなくなります。はい、ショールームが4倍おもろくなくなります。 心が壊れていく、人間の心が壊れる様子をご覧ください。サイドステップで逃がす、そのすごい好きだったんだね、メイド配信。 絶対に。いや、出ちゃダメって言ってほしかったよ、私も。でも地上波なら出た方がいいとか言われたから。今から、ずっと言ってたじゃん、私。出ないでほしいって言ってほしいって言ったよ、私。
言ってたよ、ずーっと。うん、ずーっと。私のことを一押しじゃない人は私の気持ちなんてわからないですよね。テレビに出る時のパッケージが嫌だよね。なんかこの間みたいな感じだったら全然いいんだけど。自分の中でこう噛み砕ける程度の自虐みたいな。でも本当に無理だけはしないでね。頑張る。頑張る。そう、私が少し我慢をして、私が少しやりたくないことをやるだけ、人前で。怖くなってきた。そうだろう。いや、もう本当にやばい。ちょっと黙って、オレっちさんは。オレっちさんは黙っててください。出ない方がいい気がする。私もその気がしてる。私もその気がしてるの。だけど、グループで売ってもらえないから、こういう汚れる仕事を私がしなきゃいけないの。そう、多分そういうこと。ベストを尽くして。こんにちは。そこまでしなくてもいいじゃん。そうだよね。私はそうやって言ってほしかったの。ほんと、ただそれだけだったの。こうやってすり減らされていくんですよ。お家帰るから落ちるね。ごめんね。気をつけて帰ってね。叩かれるのは辛い。そうでしょう。でも叩かれるから、100で。5歳
ライン出したの誰？ コメントを遡れば分かりますよ。最近リカちゃん叩かれないからだ。いや、叩かれてるよ。知らないだけだよ。知らないだけだよ。ヒューって結構な人ゴーサイン出してたの見ましてます。わ かる。それら地上波なら出よう。結局グループのあれなんだなみたいな、そういうことですよね。やむ。なんで私こんなに頑張ってるのに前に出してもらえないんだろう。 お姫のためにバイト頑張るって決めたの。リカも頑張るね。じゃあリカちゃんに辛い思いしてほしくない。泣かないで、ユミちゃん。あなた繊細だから私の気持ちと同調してしまう。大丈夫だよ。頑張るねー。クマタワー来た。誰？タワー。キャンセル、キャンセル。 かわいい、みんなかわいい。一体大丈夫？私のことを本当に思いやってくれてるなっていうファンの人たちは記憶してるので、ありがとう。シンシンさん、ありがとう。なんで私の身を案じて。 ありがとう。 身を案じたわ。身を案じたわ。なのこれ。俺ちもリカちゃんを応援してるっすよ。はいはい、黙ってください。もあんたに聞いてないから。 あんたに聞いてないから、もう大丈夫。ビビが泣いてると私も泣き、大丈夫、泣いてないよ。泣いてないけど病んでる。 病んでる、病んではいる。うん、いやー、そうなんだ。だんだ12月頭にさ、12月頭にさ、こうドンドンって大きいの2つあるのがなんかちょっと。 それもあるんだよね。なんかどっちにもちゃんと集中できなかったらどうしようみたいな。それだったら決まってるものをもう一生懸命頑張った方が私的にはそっちに集中できるなって思うんだけど、今からこう考えなきゃいけないことが2つあるって思うとなんかしんどいなって。新曲もあるのに。いや、それはもうなんかいろいろ撮ったんでまあいいんですけど、
え、マネージャーさんは、うわーって言ったら、今からそんなにメンタルに来るならやめとくって来てるけど まあ来てるけど。いや本当に病むんですよ。病むと私家から出なくなって、マネージャーさんを5時間下で待たせるという快挙を成し遂げたことがあるので いやなんか いや本当に病むと私本当に出れなくなるんです、しばらく家から。他の仕事を全キャンセルしなきゃいけなくなるんです。快挙の概念ねじ曲がってる 快挙の概念、快挙とはって書かれてる え、そうだよ、だから私公演とか出れなくなるかもしれないけど、それ許してね、本当に公演も出れなくなるかもしれない、何も出れなくなるかもしれないけど、もうそれだけ許してください。体調不良になるんで、私うつ自己防衛 いや、それも半分ぐらいあると思う生誕祭がお前のせいだよ。芸術家に言うつ。いや、芸術家に、そう、休演理由鬱です。本当にそう。だって私しっかりちゃんと薬ももらってますからね。本当になんですよ。笑い事ではなく。そういうことを考えて出る出ないの選択肢を与えてくださってるんです。だからでもそれでも病んでるんだけどね、私。ああどうしよう、これで断ったらなんか、ああ仕事振りにくいだろうなとかね、いろいろ考えてるんですけど。いやー、私ってめんどくさいなー めんどくさいなー、めんどくさいんだけど、本当にめんどくさい女だなとは思うの、自分で。だけど自分で決められなくて、キャンセルって言う、でも、もう一回出るって言っちゃったか。100か0しかないので、中途半端なことはしたくないんですよ。断ってください。そうだよね。そうだよね。中村ンドはそうなるよね。だって公演出られないの困るから。いちごあげるから頑張って いちごくれるの？ありがとう。なんでいちごくれるんだろう。ありがとう。もしかしてショートケーキのいちごかな？そういうことか。確かにそれ大事ってほら中村ランドが言ってるよ。純粋にリカちゃんが心配。優しいね。優しい。
ありがとう。でも私、性根がひねくれ曲がってるから そういうふうに受け取れないの。他の推しがそういうこと言ってても。じゃあ、いちご大福あげますよ。もういい、大丈夫、大丈夫。もう静かにしてて、本当に。オレンジさん いいキャラしてるな、羨ましがるな、ちょっと ちょっと羨ましがるな、もう本当におもろい。自分守ることは人間なんかじゃない、絶対そんなことは無理しない優香ちゃん、うん、大人になってから出会うユカって名前の子はいい子しかいないんだな 大人になってから出会うに闇を感じるでしょう。なんか小学校の時とか中学校の時とかに出会ったユカは本当に性格が最悪だったんだけど、大人になってから出会うユカは本当にいい子ばっかりで嬉しい ユカのイメージ変わったもんね。闇を感じた 闇を感じた。本当に小学校の時の優香とか本当に無理だったんだけど、なんか大人になってから出会う優香って名前の子は本当にみんないい子ばっかりで、本当に好きになった優香って名前が。闇を感じた 闇を感じたでしょ。嬉しい。だってほら、ネイルにも入ってるから、よかって。ファイズ・ワツシクル・ウマム。ヘロー。ヘロー。ユカって女の子に上履き持っていかない。リカちゃんの気持ちが一番大切。ありがとう。ここにいるユカちゃんは本当に優しい子だからね。大丈夫だよ。相談してくれるの嬉しいよ。ちゃんと答えられてるか不安だけど、少しでもリカちゃんの役に立てれば。本当にいい子なんだね、みんな。本当にいい子なんだね。20分前ぐらいにそれ言ってくれてたら私やめてたかもしれない。20分前ぐらいになんか、頑張るね。でも 嫌いにならないでね、それ見ても嫌いにならないで、多分これのことかってすぐ分かると思うから、嫌いにならないでね。その時間にいなかったことを後悔してる自分のしんどくならない方向へ行ってください。大丈夫です。人の生誕さえ祝えないようなひどいやつではないので、それは頑張ります。
出るなら何期待？ 何を期待されてんの？生誕祭いけないし、マジで？清水さんいない生誕祭何？マジでおもろいねそれ。なんでいけないの？なんか使っちゃった？キュッパチかなんか使っちゃったのかな？清水さんいないのおもろいね。おもろすぎるね。仕事なんだ。生誕決まったの？いや、私じゃないよ。私の生誕じゃないよ。仕事なんてやめちまうよね。どうしたの今日。当たり屋みたいになってるよ。平日なんだ。え？平日じゃないの？わかんない。わかんない。わかんないけど。どうしたの？なんか嫌なことあった？ 話聞くよ。 おもろいんだけど今日。 おもろ。全員に喧嘩売ってておもろい。平日、あ、もう発表されてる？ポッキーの日、あ、そうだ。今日ポッキーの日？やばい、ポッキーの日だ。ポッキー買ってくるの忘れた。ちょっと一旦ね、私はお仕事に行かなきゃいけないので。待って、7分も過ぎてる。やばい、6時に終わろうと思ってたのに。やばい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 。7位がハルさん、6位がケンションさん、5位がドナイバケンションさん、4位がフォッカさん、3位が堀巻さん、2位がソラさん、1位がシンシンさん。シンシンさん、タワーありがとう。ありがとうございました。独身の日でもあるらしい。あ、そうなの。じゃあ、賢秀さん人権ないね。既 婚者だから。 ありがとうございました、皆さん。シンシンさん、タワーありがとね。身を案じたわ。嬉しかったよ。ありがとう。夜できたらやります。多分間に合わないと思うけど。またねー、ありがとう。ちょっとまたこれ切れないやつかな。切れないやつだな。 これ切れないやつだ。ちょっと待ってね。やばいな、時間がやばいな。ちょっと本当に切れないの？頼むよ。頼むよ。人権はあります。そう、なんか某細胞みたいに言うのやめてもらっていい？ 某細胞みたいに言うの。切れない。どうしよう。ちょっと待ってね。違う端末でやって、それで切る。これで、ちょっとじゃあ、またね、みんな。ありがとう。